はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。日立の国不思議探検隊、北関東座談会。かっくん隊長。かっくん隊長です。北千住の宮古です。何回になった？25回かな。おー、うん、すごいじゃないですか。すごいすごい。まるまる2年経っちゃったよ。うんうん、この腐れ縁も。腐れ縁だ。素敵な縁でしょ。ね、素敵な縁でしょ。腐れじゃなくて。いちじくのコンポートと、コンポートと、あ、日本蜜蜂の蜂蜜から始まった縁が。そうそうそう、今年はね、いちじく全然ダメなんですよ。あら、そうなん？全然太らない。こう、咲かない、あれ、花だからさ、つぼみがちっちゃいつぼみなので、で咲かないの。うんうん、咲かないっていうかね、大きくならない。何かもらえる思って楽しみですよ。私もね、あげられると思って、でもいっぱいね、うん、あの、こうなってたから、ちっちゃいのが、うん、大きくなったらいいなと思ったら、まあ、それ以上大きくならへんのよ、うん、今のところね。今年のね、気象はね、まあ、気象の話もしますけど、うん、とにかく変な天気だったでしょ、うん、状況が、うん、まあね、米騒動もあったことだし、うん、トマトもあんまりなんなかったし、かぼちゃもダメだったし、あら、途中でダメだったし、あ、そう、うん、なんかね、今年野菜不作だって、うちだけじゃなくて、全体的に言ってる。うん、そうだね。うん。なんか、じゃがいもが取れたあたりまでは良かったんだよね。花が良かったんだよね。うん。夏は。じゃがいもいっぱいもらったね。うん、それからダメだ、うん、夏になってから、本当にほら、梅雨からおかしいです。うん。まあ、太陽もね、何回もエクスフレア出したし、うん、おかしいことが起きてんでしょう。うん、いますよ。あと、なんかほら、最近、ね、来た人が。うん、あ、来た人の話か。来た人がね、うん、低いところからね、うん、高いところにね、標高のね、うん、高いところにね、移りたいとか移ったとか、うん、まあ、そんな話、あの、自然にですよ、うん、あの、そういうことも、そういう話が、こう、あの、会心の話とかじゃなくて、うん、やっぱりなんかあの、なんか家の周りに海水が押し寄せたとか、そういう夢を見たとか、夢見たとか、海の方からの人が山奥にこう家を求めて引っ越したとか、いるんですよ。あと絶対にあの引っ越したいっていう人とか、あのね、そういうなんかあの天変地異が近づくと、あの311は天変地異かどうか分かんなかったにしても、やっぱりそういう風な夢見る人が増えてくる感じ、感じる人が、だから。どうも、来年から2030年の間に、うん、なんか夢を見るあの漫画家の人は、うん、あ、そう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 、来年かなんか、来年の7月だね、なると言ってるよね、うんうんうん、25日やったね、大体当時、日にちを忘れちゃったな、うん、その頃か、その人来年なんだ、そう、うん、もうすぐじゃん、もうすぐ来年なんです、だから一応来るにしても来ないにしても、うん、目撃できるなと思って楽しみにして、うん、目撃できる目撃しなくて、ね、確認もできるし、歴史の目撃者だ、まあ、その2030年の5年か来年から30年まで間の5年がやっぱりいろいろ起こりそうかなって思ってますよね、うん、その日にちさえ分かれば俺 ここまで逃げてくるで前の日にでもね普段東京 のあのちょっと多摩地区だから、ね、大丈夫だけど、まあ、うん、ギリギリ大丈夫かな、うん、まあ、なんかあってから出てきても大丈夫だけど、カンパチ止められるっていう噂だしね、あ、そうね、あのもうでこう首都高も都民はそこから出さないっていう、首都高もね、もう止めちゃうみたいな話は出てるし、ね、そうそうそう、囲われちゃう、そう、うん、本当だから、うん、カンパチより外に住んでれば大丈夫よ、ああ、うん、じゃあその詳しい日程を知りたい。大体予言っての当たったら試しないからね。うん。なんか予兆があるのかね、こう。あ、そういえばなんかあれだっけ、うん、あの、なんか島が大きくなってるのどこだっけ、あれ。あの、最近、伊豆諸島のあの、あ、伊予島あたり、うん、伊予島あたりのね。うん。うん、まあね、島が大きくなってるって。うん、で、今までなんか、まあ。噴火でね、大きくなっちゃってるから。あの今まで沈んでたほらあのこう船、うん、なんかもこう出てきてた、見えるようになってた、見えるようになってた、うん、だから何か隆起してんじゃないかって話なんだよ、うん、そこはね、うん、まあ上がったり下がったりするみたいだから、そのねこう地震も、うん、多くなるんじゃないかというふうなね、そうね、我々の説としてはあの地球の内部に溜まった水が噴き出してくると、だから地球がこう狭くなって小さくなって中のない、近くの中にあった水が噴き出してきて海水面が高くなるんじゃねえかっていう切なもんですから、当然地震起きるよね、
そうそうそう、あのなんだっけ、立木さん、あの漫画家の人は、うんうん、海底火山が噴火して、うん、すごい津波が来るんじゃないかっていうのがあの人の見た夢かな、うんうん、海底火山ってありだよね、うん、だって分かんないから海底火山で、うん、で最近震源の深さが40キロとか50キロとかの地震あるよね、うん、この辺、うん、ちょうどあの平野政子殿、あ、そうそうそう、いたあたりだから、昔の岩井、今でいうと何神なんですか、上層市じゃなくてこの前行ったとこ、うん、あの辺、まあ、向こうの、そうそうそう、銅塚があるとこ、うん、忍者あるんですね、忍者っていう、そう、なんかあの辺に断層があるんだね、きっとね、あの辺で、この間、昨日、一昨日あたりもね、うん、そこで震度3ぐらいだけど、うん、震度3の地震が2回ぐらいちょっとこう間を置いて、なんか岩崎だったね、そうそうそう、それそれ、あ、夜ね、うんうんうん、へえ、まあだからまあとりあえず来年の7月までいろいろ観察できるなと思っているんだけど、うん、まあ、ある意味楽しみちゃった、ね、そうそうそう、うん、だって俺1999年のノストラムダムスの大予言からさ、うん、ずっとチェックしてるからね、いろいろ本当にあれも楽しみだった、楽しみだったんだよ、うん、でもあれは何にもなかったもんね、うん、何にもなかったね、何にもなかった、うん、中学校の時からだから25年ぐらい楽しみにしてたんだよ、何にも来なかった、あれ長かったよね知ったのが長かった、ずっと楽しみ続いていいな、そうこれからもね、もうやっぱり楽しみ持たないとね、うん、これから老後長いから、うん、あとはほら今温暖化って言ってるから、うん、本当にずっと温暖化のかっていうことを調べることも楽しみだよね、うん、ね、だからそういう楽しみの一つで前回の座談会ではですね、はい、うん、私たちは大予言をしたんですよ、大予想、自民党の総裁選挙の予想をしましたが、うん、見事全員外しまして本当ね、よりによって石破になった、だって石破がなるって全然想像できへん、ね、できなかった、うん、ちなみに私は小泉あ、そうだね、私も小泉でした、私は茂木でした、まあ、茂木対小泉だったんだけど、思ったんだけど、ね、結局あの頃浮上したのは何ていうか、あの高市と元々あの好みじゃないから好きじゃないからさ、うん、最初からあの落ちてほしいもんだから出さなかったんだけどね、うんうんうん、まさか決選投票で ね、でもなんかねおかしいよね、おかしかったね、うん、高市さんもその気やったもんね、うん、初の女総理官みたいなね、うんうん、まあ、基本的に安倍派潰しを岸田がしてたでしょ、うん、で岸田だってさ、もともと安倍のさ、うん、そうね、あれをやってたけどね、やってましたよ、岸田のお父さんは、岸田のおじいさんか、はい、うん、おじいさんは、腰巾着やってたわけで、うん、そうすると大きな意味では同じね派閥っていうか、まあそうでしょう、なんだけども、うん、だからそれ考えると同じ安倍の仲間で、うん、高市と岸田がバトルをやったんだろうと、うん、いうことだったのかな、後目争い、うん、そう だってまだ岸田が次の総理狙ってるなんて噂もねちらほら出てるしね、うん、で今回のこの衆議院選挙でもさ、うん、安倍派はまあもちろんこれのね、うん、なんとなれ流れ問題があったから、うんうん、全部公認、全部じゃないけど公認取り消しされてるし、でも、うん、だってあれ本当はもうちょっと統一教会の問題とっととけりつけてさ、そう、ね、あの関係あった人は全部公民権停止とかさ、うんうん、あの少なくとも自民党公認全部やめればいいのに、うん、それはやらないのね、うん、一部の人だけだけど、うん、どこら辺なの石破ってね、うん、まあ自民党中では期待してたんですよ、うん、まあ唯一というか田中角栄の影響を受けた人じゃん、うんうん、まあ、田中角栄に挨拶行って、まあ、議員になれたような人だって、うん、田中の息かかってる最後の政治家みたいな感じじゃない、はい、でちょっと期待してたのよ、うん、いや それで雇われたと思って、うん、でさで、すぐ解散っつったじゃん、うん、言った、うん、だ俺その時だ、これは不正選挙を潰しかなと思ったわけ、うん、
あ、これでもいきなり前向きな考えだね、うん、そうそう、かなり前向き。俺ね、石破になった時、決まった時すごいそういうね、期待したんですね、うん、期待感があったんだ。期待感があったの、うん、あ、これ絶対これでちょっと不正選挙潰して本当の選挙で、うん、ね、うん、それこそ統一教会とか、うん、裏金とか、うん、ね、変なカルトの票全部、うん、なくして、うん、正常な選挙を、ね、要するにインチキできないように操作できないように間を空けなくて選挙して、うん、これまともな選挙やるんじゃないかなっていうふうに淡い期待があって、うん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 、でも始まってみるとやっぱ公認、まあ多少外したけど、うん、なんだかんだね、うん、同じようなメンバーをまた立候補してるし、うんうん、そうですよ。で結局また同じようなやつが受かってくるわけよ、うん、まあ多少減るだろうけど、うん、でそれ今ぼんやり見て、ほんで石破のいろんなね、インタビューとかいろんなあれ話聞いてるとちょっと頼りない人やなみたいな感じでいやちょっと今ね、もっとなんか、うん、なんかね、ネチネチしゃべるしね、うん、俺ほんのちょっと期待したのよ、うん、なんか石破に、うん、岸田の時も期待してたよね、宏池会だっつってね、うん、そうそう、だから俺野党も信用してないの、うん、もちろん、もちろん、野党も、もちろん、もちろん、左翼系も、令和もね、全然俺、期待してなくて、自民党の中のほんの一部のちょっとまともなやつが、勢力を上げて、なってくるのに日本としてはいいんじゃないかと思ってたわけ。だから今回、石破がなった時に、おっと思った。その期待を。まあ、少数派でね。少数派で。ところがどっかへ。ところがどっかへ。まあ言ってることはあんまり今昔と変わんないし、もう自民党のままだし、うん、分かんない、これからまた石破がドーンとなんかいいこと言い出すかもしれないけど、うん、まあでもちょっと今トーンダウンですね、うん、そうですよねトーンダウン、そうだよね、で今だから入れるやついないんだよ、そうなんだよね、うん、そういう人が多いと思う、うん、ほんとね、うん、もう政治に全然こう期待しない人が多いと思う、うんうん、でも一応今回衆議院選挙予想するあ、どこの予想、どこがどうなる、どこの政党が政権取るか、もうこれは自民党に決まった、なんだかんだね、自民党はちょっと減らすけど、まあ、減らすけど、うん、まあ過半数は取るだろう、もちろん取るでしょ、そうそう、だって他に入れるとこがないしね、うんうん、どっちにしろほら立憲だってみんな統一の息がかかってるから統一信者ばっかりで、別に与党であろうが野党であろうがね、うん、同じ統一だよ、うん、そうね、うん、そう、いや、あんまり日本人いないってやつ、最近すごく目立つのが参政党の、うん、神谷のね、うん、TikTok が多いのや、うん、でそしたらね、一番なんつうのこうまともそうなことを言ってんの、そうなんよ、うん、で、あ、うん、あーと思って気がついたんだけど、うん、いやその気がつきが本当か当たってかどうかは別なんだけど、うん、山本太郎のね、令和の、うん、いいところを盗んでって、うん、一生懸命演説してるような感じがしてるの、うんうん、で参政党なんてもともと一人しかいないのにさ、神谷しかいないのに、うん、でもともとどこだっけ、大阪だっけ、兵庫だっけ、うん、あそこの市会議員かなんかだったでしょ、うん、で、あの時自民党でしょ、うん、でそこから自民党で出たりして、うん、いや最初維新じゃないかな、うん、自民だったんだわ、自民党、うん、で維新に行ったんだよ、うん、で結局それから参政党になって、うん、で一人しかいないのに、うん、今度90人ぐらい出てんだっけ、うん、90人そんなに出ない、すごい数出したんだよね。東京もほぼ出てるよ。出てるよね。うん、木原のところには立ててないけど。ああだからあれあそこあれ神谷のところはね、だから、うん、昔広北実現党ってやったじゃん。はいはい、うん、あれがそっくり応援してるんだよね。で今ほら地方議員も参政党バーンと増やしてるじゃん。うんうん、もういつの間にか、うんうん、何十人っていうんだよ、うん、地方議員。うん、完全に幸福実現党のやり方なんですよ、そうだよね、だからその幸福の科学の
金がもう応援に入ってるわけですね、うん、もちろん統一教会 最初からなんかお金すごい持っとったもんね、うん、そうで、あとまあアムウェイとかね、アムウェイ、ああいうアイドルも入ってるし、うん、組織が全部そっちに、うん、前はね立花のところのエネコクとオーバーと応援してた、ね、うんうん、広告の会話が賛成ともに回ってると思うんだよね。だからあれが応援してるよね、及川がね、賛成とね、うん、そう、ハッピーな人ね、ハッピーな人ね、うん、神谷なんて俺悪いけどね、あいつ森友学園の、うん、あれ職員だったんだから、あれ選挙で落ちてる時、うん、あの籠池さんとかで雇ってもらって、うんうん、ほんでなんかいろいろ悪さしてたん、そういう話いっぱい聞いてるから、うん、ろくのもんじゃないやつって分かってんだけど、でもそれはメディア言わないし、うん、そうだよね、それで話っぷりもうまいし、うん、そうだね、あのすごい人を引きつける話し方っていうの、うん、すごい訓練されてるなって思う、そうだね、そうだ、完全訓練されてる、うん、そうだと思いませんか、うんうんうん、そう、だからあそこだけをパッて何も知らん人が見ると、うん、ああまともなこと言ってるし、そうそうそう、ああ参政党に入れようって思うよね、うん、でもあれ参政党もともとパーッと最初集まってたメンバー、うん、上層部の人間みんな、うん、亡くなってんだよ、そう、ね、武田さんとかね、そうね、うん、うん、武田もそうだし、そう、あの人、うん、お医者さん、ああ お医者さんのね、よしりん、よしりんか、あれも全部いたんだけど、うん、ね、それ五人衆みたいにいたんだよ、うん、上層部にね、うん、それでやっぱ神谷が全部追い出しちゃって、うん、松田は、松田はまだいるのかな、ギリギリ、もう完全にもう神谷の独裁、うん、そうそう、独裁なんよね、それは立花が、うん、もう一生懸命批判してんだけどね、はい、うん、なんか参政党が、うん、参政党と日本保守党って、うん、本当に似てて、うん、で日本保守党の方がどっちかっていうと政策的には自民党にほぼ、うん、同じで、うん、参政党の方は反自民の立場出してるよね、うんうん、でもどっちもバックにいるのは日本会議っていうのは見え見えなんだけど、うん、結局自民党にしろ日本会議だよね、うん、で、うん、あれ微妙なのは統一教会系の日本会議とガチガチの、うん、あの朝鮮が嫌いな日本会議がいるわけだ、うん、日本会議の中でも、うん、それのバトルになってるのね、うん、で結局まあ言ってみたら極右と極左になっちゃうんだけど、うん、どっちでもいいんだわね、日本会議にしてみたら当選して、うんうん、そのそうだよね、令和にさえ流れなければいいんだよ、うんうん、結局、うんうん、だから参政党はほとんど山本太郎のあの方針をパクってやってるし、うん、でもあの喋り方聞くと、あ、文鮮明だなと俺は思ったわけだ、神谷の喋り方はね、うん、もう文鮮明のね、そうじゃないんですかみたいなね、うん、こう何だろう、感情に訴えるっていうか、うん、無理やり丸め込むみたいなね、うん、話し方がね、うん、すげえ強権的な話し方するんだよね、うん、で TikTok 見てるとあれですんげえこう、ね、マインドコントロールされるんやね、されるの、うん、でね、必ず若い女の子が周りについてて、うん、その通りとかって言ってんだよね、シスターズがいる、シスターズがいるんだよ、うん、賛成とシスターズ、神谷シスターズ、神谷シスターズが、いや気持ち悪いこと、気持ち悪いこと、だからあれ賛成党にあれ選挙運動妨害にしてた、あの元 N 国にいた黒川とか、うん、うん、あやってたな、うん、あれが、うん、本当やってたのよ、うん、もう賛成とはインチキだって、うん、神やとか言って、うん、行くところ全部押しかけやったよ ね、やってたんだけど、うん、いや俺黒川の方が正しいと思うわけ、うん、もっとやると思ってたんだけど、うん、結局ほら黒川とか捕まっちゃったから、うん、逮捕されたよね、うん、まだ入ってるんやろ、まだ入ってんだよ、まだね、うん、どういうこと、ね、政治犯でそんなに、うん、あれ完全にもう政治的なあれだよ、なんか圧力かかってるな、圧力かかってる、うん、あんなんでね、うん、こんなに長く奴隷にぶち込まれるなんてね、うん、ないよね、人を殺したわけでもないね、やじってるだけで、大した大物感もないのにね、うん、いやだからね、よっぽど
裏で動いてるっていうか、うん、あんな完全不当逮捕だと思うんだよね。そうだよね。ね、うん、でもみんな忘れ去ってるもんな。そうそう。だから誰も何も言わへん。だから参政党って今守られてるんですよ。そうだよね。ああ次の、うん、勢力として育てようとしてる、うん、そうかもしれない。あの維新がポシャったから。そうあのね、うん、一応ほら反自民の立場で、うん、票を取っとかないと、うん、これ山本太郎令和に行っちゃったら大騒ぎになるから、それのあれだよ、対抗馬だよね。うん、うん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 、そうね。受け既成政党はもう誰も興味ない、若い人がね、うん、どうせダメだおじいさんとか、うん、あと2世3世議員でダメだと思ってる人たちが、うん、新しいものをそう求めてるから、うん、その受け皿にその令和がなりそう、うん、今、うん、それがすごく怖いでしょ。だって一番まともなこと言ってる、うん、一番まとも、いつも聞いてんだよね。うん、もう消費税なくすぎてるからな、うん。そう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 。そうで、参政党もね、それ言ってるし。うんうん、で、僕は一人でやってるんですからさって、山本太郎も最初一人だったから、うん、あ、やり方はすごく真似してんだなって感じるね。神谷のやり方をそっくり、山本太郎の。真似してね。でも、あんななんか大きい、ね、うん、あのカルトが、バックアップしてるんやったら嫌やね。うん。うん。嫌だ。うん。で、神谷は言うんだよ。うちはあのバックには宗教も何もついてませんから。言うわ。って、うん、統一教会っていう噂もありますけど、うん、いや違いますとか。うん。いや、よう言うわ。うん。で、選挙、資金は、すべて個人の人からの寄付で賄ってます。ちゃう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 。いや、個人の名前にしとく。だって神谷は日本ユダヤ、なんだっけ。うん、そう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 、なんとか教会、うん、あれで何度も、うん、あのイスラエル行って、うん、ね、うん、いろいろ活動してるからね、うん、でそっち系なんですよ。そうだね、そっち系なんだよ、うんうんうん、大元系でしょ、そっち系って言ったら、うん、それをみんな知らない。そうなんだ、それ隠されてるから。あれやっぱり官房機密費から出てんじゃないの実は。うん、うん、だって大元のあそこの綾部か、綾部とさ、うん、イスラエルのどこがね、姉妹都市になってね、確か、うん、エルサレム、エルサレムか、うん、エルサレムと綾部が姉妹都市になって、うん、うん、京都の、京都の、うん、野中広間、大本教の本部があるとこ、うんうん、へぇ、そうだよ、大本教のご本部、綾部に、そうだよ、あそこは発信だから、うん、大本教は、うん、そう、野中だ、そうそうそう、野中さんが出て、あそこで野中さんは非差別だって言われてね、うん、同じ自民党の国会議員から言われたと思、ね、うん、だったらもう、うん、もうあの人はもう被差別出身っていうのがもう、そう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 、うん、うん、でもあの人はまともだったよ、あの人はまともなとこだった、まあ県政会だしね、うん、うん、まともだった、まともだった、うん、ただ分かんないけど、あの人の前にいる人はまともかどうか分かんないけど、あの人はね、あんまり変なことはしないタイプの、うん、きちんとしてる人だったけどね、全部じゃないけどね、全部政治家は全部きちんとはしてないから、でもまともな方だったって気がする。でも大元のあるご本部が、うん、うん、ウシトラの根性が、大元とそのイスラエルが、うん、そうです、なんか繋がってるっていう、うん、あのユダヤつながり、大元は結局ユダヤっていうことなんですよ、言わないけど、うん、日本流にアレンジされてるけど、うん、根っこが同じで、うん、でその大元家の孫彦ぐらいになるのがハッピーじゃないですか、うん、ね、うん、大本の次が清張の家、うん、清張の家がの次がハッピーかな、うんうん、どうなんだか、でもそういう感じだよね、じゃないかと思ってます。ああでもあれハッピーはでも、まあ、岡が、岡はだってね、あの、まあ、立ち上げた大川時代に立ち上げた、まあ、あれなんだろうけど、完全に文鮮明と貫鶴子のね、うん、真似事をやってるし、顔そっくり、顔そっくりだし、うんうん、まあ、統一だろうなと思うけど、ね、まあそうやろうね、うん、でまたあの大川さんで、いや及川さんとかああいう話聞くと、もうね、情報源が統一なんですよ、統一っていうか、そう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 、ホーリンコ、うん、うん、ホーリンコ、ホーリンコ、台湾、勝共連合ね、そう、もう情報が全部こっちなんですよ、あの今回もトランプね、アメリカでトランプ言ってるじゃん、うんうん、あれでもホーリンコなんですよ、そう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 、及川さんとか、うん、あの
ちょっとあずね、あの人も言ってるんですよ、いつもトランプトランプっていうのは。藤原されても藤原直哉トランプで石川さんで、藤原直哉の情報源は中国なんですよ、うん、で中国も多分台湾だと思う、うん、そうで藤原さんとかあの辺もみんなトランプトランプでしょ、トランプ言ってる、うん、そうで、あの人は仲間だもんだって、統一とみんなと、うん、でしょうね、うん、まあそうかだってそうでしょ、うん、あのよく調べれば同じような人が、うん、あの、なんつうのいるよ、あその中にね、うん、あの何、いや結局さ、うん、アメリカイギリス、まあアメリカでいいけど、うんうん、あの日米安保を破棄されると一番困るので、日本にね、うん、あの日米合同委員会でうまく牛耳りたいわけだよ ね、 でしょうね、そのためには自民党のままでいてもらわないと困るから、うんうん、まあやっぱ一番あの人たちにとって怖いのは令和の山本太郎になっちゃって、うん、あとはもう自民党を支持しないっていう人がそれが増えることは怖いってことでしょ、うんうん、だから立憲だろうが国民だろうが共産党だろうがもうアメリカの手のひらで踊ってるだけだから、うんうん、だから山本太郎はそこ言うんだよね、あの茶番だって、うん、どっちにしろ茶番だって、ね、国会で茶番、うんうん、野党も与党もない茶番だって言ってるだけ、もう統一のことも総括のことも言うね、うん、最近はだから、うん、それじゃない勢力が出てくるのは一番日本のハンドラーとしては困るので、うん、だってほら前さ民主党がさ政権取った時鳩山さんがさ、うん、そういう時に総理の意見じゃなくて、こう日米合同委員会がみんな決めてるんですねってポロッと言っちゃうから、自民党じゃなければみんなびっくりするからね。だからやっぱり自民党の人たちはもう下の方の人は分かんないし、もう上の人はもう完全にそれその中に入って知ってるってことでしょ。民主党政権の時に、うん、ね、うん、あの内閣官房長官じゃない、内閣の方に、なんか普通の一般の人が入るじゃん、はいはいはい、内閣、うんうんうん、官房参与だっけ、まあ、参与か、うんうん、あの人がね、うん、まあ、内閣の総理大臣のあそこ行くじゃん、うんうんうん、官邸行くと、いっつも外国人がいるんだって、あ、そう言ってた、ね、外国人がいて、うん、もう全部その人が、外人があれこれ支持するんだって、うん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 、民主党政権だったけど、だから菅さんとか畑山さんとか、うん、もうね笑っちゃって、だその福島の汚染水を、うん、あの海に流せって言ったのも、うん、あ、そうですよね、あのその外人が言ってたんだ、うんうん、それその参与の人が、うん、ちゃんと暴露した講演会で言ったんだから、うん、CS の人でしょ、そこにいつもいるのは、うん、あの多分マイケル・グリーンとか、マイケル・グリーンとかだったよね、うん、ない、うん、なんだけど、あれなんだから俺その頃迎えて、あのツイッターでね、うん、いや官邸とアメリカ大使館が地下でつながってるって、うん、あ、いや、うん、そうかもしれない、ね、いや本当ね、あれすぐ行けるらしいよ、でもね、だって直線で1キロないからね、うん、あのな、あ500メートルぐらいじゃないかな、あそこの、うん、すごい近いよ、アメリカ大使館とあの官邸って、うん、多分つながってるんですよ、赤坂のあそこのね交差点過ぎたら、うん、確かなんか最近あのアメリカでマイケル・ジャクソンじゃないけど、あのペドのなんかなんだっけ、あの人こう有名な人が捕まったんですよね、歌手が、ああなんか、うん、黒人系の人でしょ、黒人系の人、うん、であの人がもうすごいずっとペドで有名で、もう、うん、めっちゃ叩かれてるよね今、ジャスティン・ビーバーなんかも、うん、あの人には相当、うんの被害に遭ってるとか、うん、最近ジャスティン・ビーバーが言うようになったんだよね、うん、であの人のその家かのに地下道があって、それは本当に映してましたけど、うん、地下道があって、うん、それがそういうフェドをやるようなホテルのとこまで全部こうなんかつながってるって、うん、そうトンネルつながりであれだけど、うん、でなんか書いてあって、うん、でも日本ももう東京の地下はどうなってるかわかんないって前から言われてるじゃないですか、うんうんうん、だからそんなことあるんだろうなっていう気が、
あんじゃない、うん、だから、うん、とっとと首都移転して那須にあの首都持ってった方がいい、ね、まあ改心するからそこも水浸しになる可能性もまあ ね, ねあるけど、ね、皇居とね、うん、国会のところの交差で、うん、霞が関のね、うん、あの高速のね、うん、入り口のあたりにね、うん、ずっとなんか工事やってんの、工事してるなんか変な建物があって、うん、そこね何作ってるかさっぱり分かんないんですよ、うん、交差点のなんかすごい真ん中のところにね建物があって、そこなんか大きな車両が出入りできるようなスペースあるわけですよ、うん、これ絶対地下に降りてなんかやってる、でもほらなんかあのそれも前ちょっと東京用があって行った時に、うん、渋谷が再開発なんとかが再開発って、うん、そんなに再開発するとこ、うん、あんの何を再開発するのかって思うぐらいだってもう整ってんだよね、うん、なんかそういうのはちょっと感じられました、うん、いつもなんか工事してんなっていうのも、うん、東京ってでこの辺再開配置してほしいなってぐらいなんだけどね本当に開発も一回もされてないんだよ道が通ってるだけで、いやだから本当ね、もう皇居の地下は何があるんだみたいな、ああだよね、うん、もう陰謀論者からしたらもう、うん、もう無事でしょうがないな、あの噂いっぱいあるよね、ある、発電所がなんかお寺の下に発電所があるとかっていうのは結構有名、うん、ああ原発があるって話だよね、うんうん、なんかちょっとね、うん、まあ言ってましたよね、うん、そういう話があって、うん、そうか、だからなんかあるとこ行くと線量が上がるみたいなね、そうそうそう、うん、あったよね、うんうんうん、選挙なんでね、選挙からね、あ、大体あの北関東ザラ宴会は陰謀系の話をするからね、だんだんそっちの方にね、まあ自民はそこそこ勝つと、はい、そうだね、で多分維新は減らすと、うん、いろいろあったからね、うん、まああれほら何ていうの、そうなんかほら先駆けていろんな変なことする人たちじゃないですか、あの人たちっていうのは、うん、だからもうこう犯罪があまりにもこう多発しすぎて維新が、うん、だからもうこう終わ、その違う人がまた同じことをする人をなんか作るっていう感じがする、だからあれだよね、後釜に作った賛成と、賛成とかちょっと伸びて、うんうん、で令和がちょっと伸びて、令和もちょっと伸びて、まあ、立憲もちょっと伸びる、うん、伸びて、うん、じゃ公明が減って、公明は減る、あと共産党たちは、まあ、トントン、うん、トントンだな、福島さんもいつも減って、そうそうそう、社民党って今一人ぐらいしかいないよね、どんどん減ってくよね社民党って、だってほとんど立憲っていうか民主党に入っちゃったからね、うん、あの元も社民とか、あ、そうだね、社会党の人とか民社党の人はね、うん、立憲入っちゃったから、うん、まあ令和だから今回もまあ俺ほんま陰謀論者だから、もう論者って言っちゃったねずっと不正選挙のことをずっともう言うけど、うん、まあ今回もだから、あ、不正選挙やるのかな、もちろん、もちろん、あ、そういえば事務所の電話にね2回ほど、うん、はい、あの朝日新聞と共同通信かなんかからアンケート来て、選挙のアンケート、うん、あ、来た、来た、うん、携帯に来た、あ、携帯に来たの、携帯に来たの、で初めて来たもんで、うん、0120から発信されたからね、うん、とりあえず出てみたらその話 で、うん、で一応番号を押してね、うん、この地区で誰に入れますかみたいな、うん、梶山博さんに、維新から出てる誰々さん、うん、3番共産党の誰々さんとか出て、うん、で一応押してて、うん、でどこどこの政党を、あ、どこのあなたはどの政党を支持してますか、一緒一緒、うん、そんなの、うん、まあ音声ではだよね、うん、そうそうそう、でピーピーっと押してくる、比例はどこの党に入れますかとかね、この選挙区か、小選挙区は、うん、しょうがないな、この共産党しかいねえなって、共産党ピー、うん、比例は令和ピーってやって、うん、両方ともあれでとりあえずデータ集めといて、うん、やるんだろうけど、でも家電にしか、あ、でも携帯かかっちゃうんだよね、うんうん、携帯にかかったらすごいよね、うん、携帯だったらさ、携帯かかってきたよ、うんうん、でも4人いてさ、うん、一応2人にはかかってきたわけだ、うん、かかってきてませんけど、うん、まあ家にないし、だからどのぐらいのね分母母数集めてやってるのか知らないけど、うんうん、いやだからそういう、まあ、やってる感出すわけですよ、そうそうそう、でそれと出口調査の、そう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 、出口調査とかね、うんうん、それをちゃんと働いてるのを見たことがない、そうそう、はい、出口調査、そうだよね、はい、それでもう
あれ。頭角ね。頭角出すわけですよ。そうですよ。もう、開票前の頭角。だから、それで木星って分かんないとね。うん、おかしいですよ。そう、そこで疑問持ってほしいんや。で、あれでもほぼ 100% 当たるからね。うん、そうそう。そうなんだ。ちゃんとその通りになる。ちゃんとになってるの。8時きっかけ。もう、ね、きっかけ。うん。当選。そう。今の方も。吉村さん、当選。今までに一人くらいじゃないかな、外したの。うん。変更、途中で変更になってね、やったのも。だから俺はもう、選挙の結果、もう出来上がってると思う。うん、そうだよね、うん。それに合わせていくんだね。出来上がってるのを、マスコミが逆算して、マスコミがこう、こう、そうそうそう、報道して、出口調査もこういうふうに作って、うん、ね、世論調査もこうやって作って、うん、発表、徐々に発表していって、うん、はい、8時になった、うん、こう発表。そうそう、はい、で、テレビの解説者が、印象付けていくのよね。そうそう、ああ、なるほどな。それで、当確が決まった人にインタビューをね、うん、もう決まった人にいるから、そうそう、そこに行ってるの。それで、ほら、なんだっけ、令和の山本太郎には、うん、もうあっという間に変な質問をして、うん、で、いろいろ言うと、あ、もう終わりですみたいに、切るっていうね、シナリオができてる。しかし、山本太郎、党首のインタビューがあったよね、うん、党首選抜のってね、うん、あの時に日経新聞のさ、うん、記者がさ、偉そうに山本太郎に質問してんだよね、うん、毎年毎年なんだっけ、国債発行するっていう話を山本太郎はしてるわけだけど、うんうん、その件について、いや、国債だと将来の若者に、あ、借金を落とすことになって大変じゃないですか、うんうんうん、みたいな、それも偉そうな言い方で聞いてるのね、うんうん、聞いてたの、すごく、うんうん、で、だけど、まあ、みんな知ってんじゃん、もう国債なんていくら発行したって OK だなんていうのは普通のね、うんうんうん、我々は知ってるわけで、うんうん、それなのにね、いまだにそうやって情報をこう、なんていうんだろう、ああいう間違った情報をね、広めようとしてるのね、そうそうそう、それ日経新聞だからね、うんうん、経済ですよね、うん、一応扱ってるのがね、日経新聞では一番やばい新聞だよ、うんうん、日経新聞、うん、でも知らん人はそれで、うん、あ、そうやって思うわけよ、そうそうそう、うん、そうなんね、大変だよね、国の借金増えたらね、うん、って思っちゃうわけね、うんうんうん、だってもう最近、まあ、森永卓郎さんが、うん、はいはい、もうがんになって、はい、もう、うん、私はもう死ぬからって全部暴露するんだけど、もう国のね、その借金のインチキね、うん、いや、こんだけ国債ね、うん、借金ある言ってるけど、いや、その何倍も資産ありますよって、うん、いや、その資産をとトータルで話しなきゃいけないのに、うん、借金のことばっかり言うわけ、そう、そうね、昔さっき出た野中さん、はい、もう言ったもんね、いや、ね、1000兆の借金あるけど、いや、でも7000兆の資産もありますよって、ね、言ったからね、うん、俺聞いたもん、7倍も7倍もあったらさ、うん、借金する必要もないような気もするんだけどね、うんうんうん、ないことにだから、ないことにしとかね、そうそう、借金がもう大変だっていうふうに、それで増税増税するわけ、うん、そう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 、増税してもうそれでもお金ね、うんうん、庶民苦しめて、うん、集めて、うん、でその金が行くかとやっぱ変なとこ行っちゃうわけ、そうそう、行ってます、うん、でその変なとこ行くやつらが決めてるわけだから、うんうん、まあ、うん、アメリカ行ってるでしょうね、うん、うんうんうん、アメリカでしょ、うんうん、そう、でも G7 助けてんでしょうね、もうアメリカドル終わってるからね、終わってるから、うん、言ってるけど、うん、本当だ、それなのにアメリカがその国が解体しないで、うん、今でもやっていけるってことがおかしいじゃないですか、うん、だからそのお金はどっからかこう入ってんだよね、うんうん、日本が助けてるだけです、そうだと思う、うん、だ、日本がもうブリックスに入って、うん、ね、うん、もう決算ドルやめてやめたらもう終わりなんですよ、誰か今度の選挙でね、日本はブリックス入りましょうとかって言えばよかったのね、うん、そう、黒川あたりが出られてたら言ったかもしれないけどね、うんうんうん、だから完全に口封じされた ね、やっぱりじいちゃん CIA は聞いたんでしょうか、うん、ね、あれがやっぱりね、みんなにこう、うんうん、ね、本当のこと言っちゃったから、やっぱりね、目つけられちゃったのかもしれない、うん、
賛成と、そう思う。ね、うん、あれ歌ってたから。そこまでは言わないしね。うん、賛成と言わないし。賛成は、うん、絶対言わないもんね。なんか出た頃はね、うん、なんかワクチンとかね、うん、なんか言ってないの。うんうん。あ、あの、いろいろその世の中のおかしいことに対して結構こう言ってた、うんうん、でそれで引きつけられてみたんだけど、うんうん、でそれヨシリンだからね、うん、ヨシリンやったね、あれが外されたし、うんうんうん、だからもうやごめんや、神はそういうことあんまり最近言わなくなったし、うんうん、ヨシリンってあの医者の歯医者さんの、はあ、歯医者さんのか、うん、なんかどこだっけ、大阪大学の理学部の先生がさ、うん、あの参政党の顧問かなんかアドバイザーやってんのね、うん、あのこっち関係のことでね、うん、その人はまともなこと言ってるんだけど、うん、まともなこと言ってるからどれって見てみたら参政党アドバイザーって出てたから、うん、いやー結構ね、参政党に入ってるね、うん、あの人たちがはびこってるよね、この辺も、うん、この辺もほら、この前言ったじゃない、私たち。あれあれ、いや、だけど、結局、うん、その、今の規制政党みたいなとこに行くのって、今までのほら、あの、こう、保守的なおっちゃんっていうか、新聞信じてる人たちだけど、うん、もう、若者は完全にテレビ離れ、うん、とか新聞離れしてると思うと、うん、やっぱりさ、本当の歴史が知りたいとか、うん、本当の何が知りたいっていうような人たちが、引きつけられるような人がいるんですよ。うん、歴史でも何でも。うん、本当のっていうかね、うん、あの日本は単一民族で、うん、神武天皇からもう代々天皇がずっと男系男子が続いてるのを、うん、正しいと思い込みたい人たちが集まるグループがいる、うん、あるのね、うんうんうん、前も言ってたな、そう、うん、それがいるのよ、うん、で結局参政党も、うん、それから日本保守党も、うん、基本の考え方それだから、だけど、うん、表向きは極右と極左のようなことにしてるだけで、うん、神谷も言ってたな、うん、なんか天皇のこと、だからね、うん、だから日本が対一民族だなんて、男系じゃないとあかんみたいなこと言ってたな、言うのはさ、もう DNA の分析で分かってんだから違うって、うん、うん、そうそう、さっきの話じゃないけどさ、うん、もうね、本当は DNA でほどんとが解明されてるのに、うん、ほどんと教えてくれない、大和民族だなんて、うん、恥ずかしくて言ってられないよ、本当にないから、だけどそういう言葉を使って日本をまとめようとするとかいう、うん、そういうのを牽引する人がいるんですよ、うん、いろんなネットの中に、だからそのね、おるね、おるおる、一番の目的は何だって言えば、うん、天皇制を守って、うん、仕事しないで、うん、税金で食ってきたい人がそうさしてんだって、天皇教やな、そう、天皇教がいるんですよ、そうなんです、それが今の宮内庁を中心としたね、うん、宮内庁財務省系統だよね、うん、言ってみたらね、まあ、うん、その参政党みたいな人たちを表に出して少しなんか賑やかにしながらも、うん、一番安定を図りたいのは天皇教だから、うんうん、だからあの人たちにとってみれば、うん、極左でも極右でもいいんだから、どっちでもね、うんうん、あの天皇が守れればいいんだから、うんうんうん、結局それなの、自民とかさ、その、なんつうの、その他の野党で揉めてても、うん、ここまで来ないでしょ、うん、宮内庁とか天皇まで、うん、だからここら辺でずっと揉めててほしいわけよね、うんうんうん、それでもう謎がいっぱいあるから、うん、本当は天皇はこうずっと続いてるのかとか、そうじゃないって、そういうことも揉めててほしいの、うん、もう雅子さんで揉め、紀子さんで揉め、揉めてるのはどうでもいいから、どうでもいいの、なんか俺チクトク見てると今、うん、皇室叩きの番組が結構出てきてね、うん、出てる、うん、で、まあ、今は雅子さんの方が YouTube でもあるわ、ある、うん、あのこうね、守られて、うん、彦は英語が変な風だったとかね、そういうのがチクトクで出てくるんだけど、秋篠はあの美智子さんと入江侍従長の子供だ、うん、そう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 、それを聞くよ、ね、うん、だけどこんな本当かどうか分かんないことを出しちゃっていいのかなと思う、それでね、こうわー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 こう楽しそうにしてるけど、それが、ね、狙いでしょ、うん、そうするとここまでは来ない、うん、そうそうそうね、うん、あの、うん、あいつらはシステムが大事なんだから、うんうん、あの天皇誰だっていいんだよね、うん、この下にいる人たちって、うんうん、税金で食えればいいんだから、うん、結局そう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 、仕事しないで食っていければいいんだから、ニートやニート、そうそれ言っていいの、象徴ニート、うん、そうだって宮内庁ってさ、うん、あの世襲でさ、まあ、宮内庁職員になれる人たちがいるんだよね、そうですよ、あの、うん、雅楽やってる連中、うんうん、あの、うん、
ちょっと、世襲だよ、世襲。うんうんうん、世襲で国家公務員だよ。うん、で、なんか、東儀秀樹さんはもう辞めたんだって、うん、世襲嫌だって、うん。俺は独立していくって言ったら、うん、ものすごく家の人からやっぱり、こう、何をおかしなこと言ってるんだって、うん、なんか優しくね、こう言われたらしいけど、うん、でも独立したんだよね、うん。そう。そういうふうにもう完全にやりたくない昭和で吹かせられたと。あの昭和的なね、うん、こうやって、うん。で、あの人たちは、あの人たちって、あの、結局、藤原。そうだ系統なのね、うんうんうん、で王子って呼ばれてる、あの王位の王って書くんだけど、王の休まるも太いって書く王の休まるなんかもそうなんだけど、うん、その人たちの流れなんだよね、言ってみたら、うんうん、でもざっくり藤原って考えてもらえば間違いないんで、うんうんうん、その人たちが今でも、うんうん、ここにね天皇を乗っけて遊んでるんだよ。そうそうそう、だから、天皇をさ、そのほら摂関政治やったじゃないですか、うんうんうん、藤原氏があれを要するに続けてるっつうことね、うんうん、せっかけなんですよ、うん、その藤原家はね、うん、藤原畑氏とか、うん、だからまだ国会議員の世襲はさ、うん、インチキといえども選挙もあるから、うん、選挙で選ばれてるから、うん、表向きは、うん、インチキといえどもったらダメじゃんインチキじゃんそれでもそれダメだよ世襲の宮内庁職員は選挙もしないで、うんうん、ずっと税金で食ってくるわけよね、うん、それで結局藤原氏っていうのはじゃあどういう人かっていうと、うん、やっぱりねユダヤにつながっていくんですよ、うん、ずっと中国の方から中国の方から来た人だから藤原は、うん、まあそれねこの間ブログの記事にしたんですけど、うん、実は藤原の中富家のね、うん、大元は福島県にあったっていうね、あ、そういうブログ書いたんですよね、うんうん、あ、そうなの、そうなんです、それはね多分誰も言ってなかったけど、うん、神社を歩いてたら、うん、気がついちゃったのよ、鎌足神社ってのがある、まあそうある、須賀川って、ね、須賀川市に鎌足神社とあるんですよ、うんうん、藤原の鎌足神社、うん、なんであるのかなと思って、中富のこととか、うん、まあ中富と別に大中富っていうのもあって、うんうん、それの系統を調べてったら、うん、福島の その辺の須賀川に関係する地名だとか、うん、その神社の名前だとかと同じご先祖様の名前が出てきたの、うん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 、だからあこれは福島だな、うん、あの鎌足神社って、うん、あの福島にもあるし栃木のね鎌足神社じゃなくて何だっけ、鎌足薬師があって、薬師っていうのがあって、あと鹿島神宮に、うん、の近くにも鎌足神社があって、ああそこから行ったっていう説もあるのね、うん、だからそのねあのこう なんていうのその古事記とか日本書紀で言われてることはやっぱりその本当のことじゃないって言われてたけど、こっちにそういう神社がなくてもいいんじゃないの、あっちにいっぱいあればって思うんだけど、そうでもないんだよね。まあだから鎌足がいて、鎌足のほら子供って不人っていうことになってるじゃん、うん、で鎌足は大化の改新のお手伝いした人で、その子供が、まあ、藤原氏っていう名字をそのおかげでもらって、その子供の不人が今度牛耳っていくわけだ、うん、日本書紀とか古事記を作らしてる時代なのね、うん、ちょうど。だから一番その鉛筆なめなめ、日本の歴史を改ざんするのにぴったりのは不人なんだけど、だから俺は鎌足と不人は親子じゃないと思ってるから、普通は親子だっつってね、そこの問題があって、不人はいきなり中国から来たんだろうと俺は思ってるわけで、鎌足は実はまあ純粋だっつったらまたおかしいけど、福島に住んでた、もう元々列島、元々じゃないけどね、途中から移民してきた、移民というか、ロシアからって言った方がいいな、北回りでこう日本に入ってきた人たちのグループの一人なんだけど、そこと、それが鎌足で、不人との間でここは、実は、系統はつながってなくて、不人がもう中国から来て、日本の中枢、ちょっと天皇を上に上げといて、2番目でいいから、牛耳ってこうっていうシステムを作っちゃった。うん、摂関政治、うん、摂関政治を作っちゃった、うん、大本もね。でちょうどその時の時代が唐の時代ね、うん、中国では唐で、側転武功っていう、武則天聞いたことない、側転武功聞いたことないか、あるような気がする、あるような気がする、うん、その人がいて、で日本では天武天皇が天智の後天皇になって、天皇になるんだけども、
不人は実は持統天皇っていう人のツバメちゃんだったんだよね、言ってみたらね。ああ。うん。で、側天武功っていう中国の名前と、うん、あの天武の妃っていう名前を重ね合わせると、うん、天武の娘だっけ、実は。天智の娘。天智の娘。うん。天智の娘で天武と結婚した。まあ一応おじさんと結婚したように歴史ではなってます。うんうん、ちょっとややこしいけど。うん、で、側天武功っていう字をよく読むと、うん、則ってあの規則の則、うん、天は則天のは天天ね、うんうん、武は武の妃ね、うんうん、則天武の妃になるわけで、側天武功が、うん、はいはい、すなわち天武の妃なわけ、うん、イコール持統天皇になりませんかというブログを書いたので、うんうん、そちらブログ記事を読んでください。そうですね。その古事記のそのあたりの下りはもしかしたら日本で起こったことではなくて、うん、その唐で起こったことを日本で起こったようにして、そこにこう、なんつうんだ、つなぎ、日本の中でその天皇をつないだように書き直されてんじゃないかという、うんうんうん、結構そういうのあるんですよ。探すと似た話が。それとね、それにね、プラス面白いのはね、うん、その側天武功の別な名前、うん、あざなって言うんだけど、あの通称ね、うん、テルって言うんだよ。テル、ああ、日がテルのテル、日がテルのテル、うん、側天武功の、うん、天の武功の名前がテルなの、うん、で、天とテルを合わせると、うん、天照す、天照すになるわけですよね。あ、やすいじゃん、すごいでしょ。はだからあれ、だから日本書紀っていうのは持統天皇を、要するに側天武功を天照に仕立てたかったんだよね、うん、っていうことも分かった。天武書かせたんだっけ、天武が、天武の時代に書けようっていうことになってて、日本書紀とか、うん、そう、うん、で、まあ元正天皇だっけ、あの辺の頃に、天武って中国人か朝鮮人かって話ある、まああるある、うんうんうん、円外祖分とかね、いろいろ言われてるんですけど、うん、天智より年上になってるんだけど、うん、弟っていうことになっちゃったりね、したりね、いろいろ不思議なんですよ、うん、あの辺を調べると、その、うん、本当に、うん、あの無理くり繋いでるような跡がね、うん、あの辺りあるんですよね、その天武天智とか、うん、その後の子供たちも、うん、名前を調べれば調べるほどおかしい感じになってて、うん、まあそれ図式化しないと難しいから言葉では本当言えないんですけど、うん、だからそういう、うん、こうストーリーを不人が作ってって、うん、それが今の宮内庁の元ですよっていうところまで行くんだけども、うん、そこまで遡る人はいないね。この花咲夜姫とがニニギと結婚したっていう、この花咲夜姫の結婚の話があるんですけどね、でそれがニニギと結婚した時に、ニニギはこの花咲夜姫と結婚したいっていうふうに、あれ、この花咲夜姫のお父さん誰だっけ、大山積に頼んだら、じゃあ姉も、ほら岩永姫の話がそこ出てきてね、うんうん、あの岩永姫もこのお姉さん見にくい、頭はいいんだけど顔は良くないってお姉さんね、うん、岩永姫、じゃあこれも一緒にもらわないとさせないって言って結局二人姉妹をもらったっていう話なんですよ。いいんそんな、うん、いや でもやっぱりブスだからって突き返してんだけど、突き返してそしたら天変地異が起こったとかっていうね、うん、話があるんですけど、でもこの話の元ネタに、うん、ユダヤの十二氏族の、うん、その母あの親の話なんですよ。十二氏族を産んだお父さんとお母さんの話の中に、やっぱりそのジョシアっていう人の子供のところに、あ、ジョシアとかちょっと名前はっきり忘れちゃったんですけど、やっぱりもらいたいっていう話があって、十二氏族の親の話ですよ、うん、で妹を欲しいって言ったら5年ぐらい働ければやってもいいよってそのお父さんが言ったんですよ、うん、そしたらで5年ぐらい経ったからもらったと、うん、で夜そういうことして朝見たら、あれ、もらう人と違うって話になったんですよ。それはお姉さんだったんです、うん、その人の顔見たらすげえブスの気が付いちゃった、耳が聞こえないっていうちょっと障害があるお姉さんで、酔っ払ってそういうことあるよ姉をつけられてね、で姉じゃなくて妹だよって言ったら、いや
姉が先にもらってもらえないとうちの風習では困るんだよって、その次言われて、で、姉と子供ね、7人ぐらい作って。で、また5年働いて妹と結婚して。ちょっと。それで今度妹ももらって、7人も作ったんや。それで12人作ったの。12人作ったの、最終的に。でそのそれがそれが何由来十二支族そうだよそうそ う, そ, うそうですよ十二支族の話ですよこれは元のそれがもうこの花咲姫と岩波姫の話 に, 話に似てるな似てるでしょその要するに姉妹を一人の男がもらうっていう話に似てるじゃないですか、うんうん、だからこの花咲姫の結婚の話を書いた人は、うん、そのユダヤ十二支族の話を知ってた人、うんうんっていうことがはっきり分かるわけですよ。調べるとね。不一目みたいなね。そう、だからそういう、こう、比べた人今までいないから、十二支族の発端の話なんかも知って、十二支族の話はしても、十二支族のお父さんとお母さんの話はしない、出ないから。多分でもこれ、旧約聖書に書いてあるんだよね、なんか、ね。うん、ちょっと何回したら書いてある、うん。旧約聖書しかほぼないからね。うん、旧約聖書の中の何とか記、何とか記、何とか記っていうのに。うん、書いてあるんですよ、うん、だから全然歴史的なことは証明されてないんですよ、うん、そのユダヤ の, あの、うん、旧約聖書っていうのはもうそれを研究するのはタブーとされてるから、うん、だけどそういうあの日本に同じような話があるよということがでも何かお手本がなくちゃ同じようなね、うん、姉妹をこっちをもらってくれないと困るんだよっていう、うんうん、そうそうないでなそうそうないよねあれあれそうだね、うんうん、あれ面白いよね面白い調べるとねすごく、うん、面白いんですよ本当にいろんなことあるからあとなんだっけ7人も作ったんや7人ってとりあえずわーってびっくりしない 7年はかかるからねあとはその姉妹の奴隷される7種族みたいなそうあだけどその十二種族って言われてる人たちのとはまた話別に、解放のユダヤ人ってユダヤ人が中国にいた解放っていうところにいたユダヤ人の話が、これ本当の歴史の話で載ってて、そこにはね、十二支族じゃなくて七支族、何補修から逃れて、どこだ、イランあたりから、イランかね、あのあたりから、ユダヤから補修から逃れてやってきて、中国に移り住んだ解放のユダヤ人っていう話も、それは本当にありますけど。それは1700年ぐらいの話だからね、うん。日本で言えば江戸時代の中期の話なんだけど、うんうん、その時にシナゴーグって作るわけだ。そうそう。中国にたくさん。うん、あ、洋派城ですね、シナゴーグっていうのは。うん、ユダヤの洋派城をシナゴーグっていうから。まあ、教会だよね、うん。で、それの作り方が日本の神社とそっくりなんだよ。そう。全く。門があって、うん、拝殿があって、うん、本殿があるっていう作り方なの。うんうんうん全く一緒なの、うん、周りが全部ほら塀になってるでしょ日本の神社ってこう周り囲われて、うん、で囲われてててねそんで門があって入ってって、うん、拝むところがあって、うん、その本殿があるっていう形がシナゴークと同じで、うんうんうん、その ね、うん、だから1700年頃の話だから、うん、どっちが先なのかっていう話が出てくるわけだ、うん、これそうそう日本から中国に、うん、その作り方を持ってる、うん可能性もあるのね、うん、逆に日本の神社も実はそんな古くなくて、うん、その頃に今の作り方が来たんじゃないかっていう考え方もできるんだけど、うん、日本の神社もねよく調べていくとね大体明治頃にね、うん、江戸時代末期から明治頃にね、うん、相当まあ作られてる感じがするので、うん、そんな古くからないから日本の神社、うん見てるとそうですね、せいぜい、うん、だって今建物が残ってるのは古いなと思われるのでも戦国時代の頃のしか残ってないからね、うん、ほぼね、うん、神社はね、うん、そうそうそうだから本当のことは分かんないんだけど、うん、いろいろ調べていくとまあ当然日中同道になってくる部分もありますよと、まあ、そうそのどうしてもユダヤっていうのが日本にね、うん、食い込んできててでそういうことをさ参政党もさ日本の保守党も言うわけよ、うんうん、そうですでどうしてもそこでイスラエルとユダヤを日本を仲良くしたいみたいなことがあるんだよね、うんうん、そうユダヤも素晴らしいから素晴らしいユダヤと一緒に同じ日本のその、まあ、天皇家も素晴らしいよっていうような感じなわけ、うん、だけど実際そのこういろいろ調べると確かに今の天皇家かどうか分からないけど、まあ、そういうお公家さんたちっていうのは、うんやっぱユダヤ系その
それはでも白人ユダヤじゃないですよ、うん、ハザール、ね、ハザールじゃなくて、うん、有色人種ユダヤの人たちがこう逃げてきてるわけだから、うんうん、どっちかっていうと顔がこう彫りが深くてちょっと浅黒い人たち、うんうん、でその人たちの子孫血が入ってるっていうことが確かにあるんですよね。だからといってあの元々の日本に住んでる長く住んでる人たちとじゃあそれが一緒なのかっていうとそこはあまりない。今の皇室はちょっと違うよね絶対、うん、あ、今のはね、うん、まあ、あの全然違う、明治の時に大室虎之助とかいう話がね、うん、明治で変わってるよね、変わってるよね、うん、だからそういう血がなんか入ってる人たちがそれはこう陰謀論みたいになっちゃうけど、うん、やっぱり霊峰じゃないですか、蓮舫、うん、は明治天皇の孝明天皇のひ孫ぐらいに当たるんじゃないかっていうまあ陰謀論ですけど、うん、あの言われてるよ、うん、いやだからその本物の、うんまあ、ユダヤにしても本物のユダヤとか、うん、宗教のユダヤとか、うん、民族のユダヤみたいなのあるから、うんうんうん、ややこしいよね。ややこしい、うん、ややこしい、ね、それをユダヤって言っちゃうから、うん、そうそうそう、一生懸命ユダヤって言っちゃう、頭の中でもね、区別ができてる人はいいけど、うん、ハザールとスハラディとちゃんと区別ができてる人はいいけど、うん、あユダヤ教になった人はユダヤ人って言うじゃないですか、うんうん、だけど、ね、それよりも一番最初にユダヤって言ってた人たちは、うん、白い人ではないことは間違いない、うんうん、だってヘブライ人でユダヤ十二種族ってな、うんうんうん、その朝黒い方でしょ。朝黒い方ですよ。ね、朝黒い方ね。ヘブライ人、アラブ人だよね。言ってみてもそうそう、もうイランとかイラク人とか分かんないですよ。私らから見たらさ、うん、その人たちが、まあ、そういう、こう、宗教の国の中でやってた人たち、うん、なんだよ、ね。それをさ、もう白人系の、うんうん、ハザールを、うん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 、キリストにしたってそうだよね。うん、まあ、そうもともとヘブライなのに、うんうん、完全白人にしちゃってるし、うんうんうん、今のそうだね、ユダヤ人っつったら本当はそのやっぱヘブライ人なんだけど、うん、白人系にしちゃったりしてるし、うん、で白人系のユダヤ人にが何だろう、正当だよねって言いたいような世界的勢力があるんだよね、うん、ハザールをね、そう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 、だからハザールの歴史を調べないと困るらしいんですけど、うんうん、でも結局ハザールの元はあのクリミアあたりだと、うん、だからウクライナだからね、うんうんうん、だからウクライナ戦争っていう話が出てくるんだけども、うん、あの白人すごく色の白い人たち、うん、あの人たちがどっから来たかっていうルーツがそのクリミアっていうあの辺りなんだって言うんだけど、うん、その人たちのことがねなかなか調べられないっていうか分かんないんでね、ルーツがね実際は、で同じ白くてもロシア人のルーツは分かってるんですよ。だけどロシア人のルーツとその、うん、ハザルって言ってる人たちのルーツはね違うってことは分かってて、でハザルの人たちはロシアの方が野蛮だ野蛮だって言うんだけど、うん、ロシアは別にその野蛮じゃないんですよ。どっちかって言ったらハザルの方が激しい人たち、まあ、ベニスの商人って言われてる人たちがハザルの代表的な人たちだから、うんうんうん、どっから来たんだろう。宇宙でしょ。みんなそうじゃない。もう陰謀論的にあの宇宙人でしょ。うん、その人たちはね、ルーツはね、分かんないけど、もしかしたら突然変異的な白人なのかなっていう説もあるね。まあ、もともとさ、あの、ミトコンドリアイブってさ、一番最初の女性でたどり着くのはアフリカの一つの一人の黒人になっちゃうわけじゃない。遺伝子的に言うと。うん、で、そうすると本当は黒人だったわけよ。うん、それがいきなり白くなるっていうのはないから、あのいくらあの北欧に行って北極の方に行ってね、うんうん、太陽光線浴びたいところに行って何代かすればなるかもしれないけど、普通そんなにすぐなんないから、うんうん、なるということはやっぱりあの太陽のね爆発があって遺伝子異常があって、うんうん、アルビノしかないんだよね、白くなるってね、まあ、突然変異的なアルビノ種だよね。でも最近はそのアフリカのあのミトコンドリアイブじゃなくて、なんかアジアの端っこの方にもいたんだっていう話も出てきてるんだよね。そのミトコンドリアイブっていうのは、だから結局そうするとその月子って言われてるそのロシア人とアジア人のハーフみたいな人たちあたりがなんか一番こうアルメニアあたりがこう古いとかなんとかっていう説もあるんだよ。うん、うん、そんな一人なわけないじゃない、こんなにあれなんて思うけど私はいつもね。
いや、今遺伝子の解析がすっごい今そう言ってたよね、うん、あのね、うん、まあ、いろいろ分かってきたんだけど、うん、そのなんていうのアフリカの、うん、なんかね途中のね30万年ぐらいがどっかり抜けてんだって。え？分かんないんだってその遺伝子解析。30年万年前が？いや分かってるのかもしれないよ、うん、分かんないって言ってるのかもしれないけど、うん、ある程度分かってんだけど、なんかね、そのアフリカの何十万年、うん、間がないっていうの、その間がね、ぽっかり分かんないんだって。じゃあみんな死んじゃったとか。宇宙人だよ。いや、あの、うん、よくさ、氷河期であの人が死んじゃうとかっていう、うん、氷河期のこと調べてたけど、紀元、うん、縄文の頃にこうすごく暖かい時期が続いて急に冷えて、うん、そうするとさ、人がいっぱい死んじゃうの。だから氷河期で確かにそのいっぱいこう半分以上死んじゃったりするけど、うん、でもまた暖かい時期が来るとまたこう復活して、うん、こうなんだまた人口が増えて、うん、だから環境によってものすごくその人口のこう減りとこう、まあ、増減が激しいみたいなことはちょっとありましたけどね。そういうこう、いや、減ろうが何しようが遺伝子っていうのは子孫に伝わってるから一人でも残ってれば遺伝子につながってるんで、うん、あの結局そのだからイブが分かるわけでね、うん、あのどこからやってもイブがたどり着くわけよ、あのミトコンドリア追っかけだとね、そうだね、うん、だけど、うん、同時にその時代に一人しかいなかったわけじゃないんだよね、うん、何人もの女性がいて生き延びたのが今まで、うん、そうだね、生き延びたのがそのイブの遺伝子だっていうだけの話で、そうそう、そっからカーッと枝分かれしてって、うん、そう突然亡くなる民族があるんだって。そうだ、ね、あ、そうでしょうね、うん、なんだ、途絶えた。でもそこからこう生き延びて、うん、生き延びてきたのがつながってるのが今の人間。なんだ、すごい確率でね。だから今生きてる人はみんな兄弟だからね。そうそう。昔はそうそう。昔は一つだって。だからなんだ。途中でさ、うん、突然兵も当然出てきたりするけど、うん、それはあくまでも遺伝子学で過去を推測した場合のやつで、うん、で本当にそれが正しいかどうかはその当時の遺伝子を見つけてきて、うん、それを分析しないといけないんだよね、うん、でそれがなかなかないんだよね。ないね。だって何十万年ものやつの遺伝子が、うんうん、ちゃんと残ってるっていうことはまずなかなかないから、うんうん、ただ何万年か前はとりあえず遺伝子取れた、骨とかが見つかってるから、うん、それで分かってるけど、やっぱり推測じゃなくて本当にそうだったって言えるのはその当時の遺伝子を見つけて分析しないといけないんだよね。タイムマシン乗んないとダメだね、うんうん、野菜マリーナって持ってこないかどうか分からない。そう、そうだけど、まあ、だけど結局それはそうだよね。だってないけど、でもまあ、たどればこういう感じあるよねっていう、だから一つの考えとして、うん、パターンとしてそういうこうミトコンドリアイブってのはあるかもしれない、まあ、あるんでしょうけど、でもその他のパターンも実はあってけど発見はされてないっていうことね、うん、まあ発見されて話がどんどん選挙の話から藤原の話に行き、うん、人類の機嫌の話まで行ってしまいましたが、その辺で終わりにして、はい、一旦ね、一旦ね、はい、終わりします。はい。